遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、日中の巨大な神が生まれた。幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。僕の乱れに乗じて進軍た機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで後退。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ、そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何？引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。なら掴もうぜ未来。なに、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さてダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。死んじまった冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎をおとりにして適当に隙を見て。Yeah!
は自分到来。ここからだ。まだまだいけそうじゃねえか。到来。もう少しだ。こいつでラストだ。どうやら俺たちもう少しだ。悪くない戦いだった。少し奴らまで。トナロボー。今ジャボチサイトラウンド。どうやら到来だ。もう少しだ。悪くない。絶対生き残ってやる。イジエルフは熟成ロイハウンド。エアルダイブ。イジエルフは熟成サルト。イジエルフ、イジエルフ、イジエルフ。敵の命はあとわずかだぜ。おい、本体のお出ましか。どうあっても俺たちを滅ぼしたいらしいな。奴らもそれだけ必死なんだろう。なら勝機はあるさ。だな。ディクソン、ムーカ、行くぞ。差し者英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそれ脳などだ。せいぜい気張って奴らを引きつけてくれよ。この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見やがらってモナドを拾いに行けば。いっちうわ、鬼神兵どもホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。はThank you.
71式鬼神兵。こいつの光学系、対空砲の照準に使えたはず。ダメか、完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シェイク、ライン、こいつ鬼神兵じゃない、コロニークライブだ。鬼神兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。やっ、マービートだ。と、オンアッパー。やっ、心が騒いできた。行くぜ。ほら、やってきたぜ。くらえ。このままじゃ、オンアッパー。やれそうだ。頑張れ、俺がついてる。頼りにしてるよ。マースピートだ。ライトヒール。くらえ。やっ、俺に任せろよ。ほら、楽勝だったね。さあ、次だ次だ。ライン、助かったよ。たく、一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、俺から。コロニーから一歩外へ出ればこんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん、でもおかげでこいつの殻取れたし、コロニーのみんなきっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さ、コロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ヒゲに。直角ヒゲ、はあ、防衛隊長か。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって、さ、急ごうぜ。
まあ、ビートだ。いや頼りにしてるよ。おーらっぱ、うん、心が俺に任せろ。騒いできた。こっちを見せるよ。今ならやれそうだ。みんなすごいや。主に俺のおかげだな。さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か。うん、使わないパーツ売ってからね。分かった。じゃあまた後でな。
ようこそ。あらまあ、
ヨーヨー。わあ、一体どういうつもりか。うわ、防衛隊長だ。民家に自走砲を激突。貴様、何年防衛隊をやっておる。しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの旋回は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ、気合で。そんな貴様ら、コロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ、気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが体からであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりまして、再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。たるんどるからだ。相変わらずだな。あれじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。おうっす。
こんにちは。これはこれは。オウス。オウス。よーシュルク、元気だったか。ディクソンさん、いつコロニー9に戻られたんですか。ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。奴以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは。まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を斬るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん。怪我の程度が重いものを優先しろ。ぼやぼやするな。ダンバンさん。そんな顔するな、まだ生きてるよ。俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、
研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろ。だからそんな辛気臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え、シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味オンチなんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。ありがとうお兄ちゃん。握らなけりゃならん。よう、フィオルン。リクソンさん。どうしたそわそわして、急ぎのようでもあるのか。うん、シルクに食事届けなきゃと思って。これから研究棟に行くところなの。シルクだったら今行ってもいないぜ。え、外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園。多分な。そっか、ありがとう、リクソンさん。
あらまあ、あらまあ、こんにちは。新兵の強固な装甲をいとも簡単に切り裂いてしまう剣モナド。遥か昔、僕らの住むこの巨神界の神が振るっていたと伝えられる剣。あの剣には秘密がある。だからこそダンバンさんはあれほどに鬼神兵を倒し、そして右腕の自由を失った。あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク、フィオルン、美味しいよこれ。すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう
日それなんだもんな。そうかな。いつも美味しいけど今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん、よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え？ううん、なんでもない。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。スルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。落下物警報。巨神の落とし物、最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。you
よ。何か？スリットエッジ！
せる。体に力が。何か用？何か？これはこれは。
ライン？ライン！何やってるんだ！シュルク！あ、いや、これは…なんともないのか、フィオルン。うん、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって？私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろう。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん。頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体、まだ痺れてる？モナドをしまい込んである理由、わかったろ？ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしても、モナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様。いや、文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが？文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえか弱いよな、てめえらは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い仇だ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。やめろ！シュルク、ねえ、シュルク。どうしちまったんだよ。ライン、フィオル。大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時何か見えなかった？何かって、さっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで。時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか。やっぱり変よ。これもモナドのせい？さあ、どうかな。しかし、いくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも、僕は平気だから。本当言うと、何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった、ライン？おお、そうだそうだ。あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか。懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう、殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ、任務ってエーテルシリンダーの回収か。そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。
供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ？なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。呆れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ？あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど、シュルクが怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも分かった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。
わけにはいかないんだ。さあ次だ次だ、やってやるか。俺に任せとけって。オーラッパドリームエッジ、これなら勝てるな。ワイルドダウン、いい感じいい感じ。さあ次だ次だ、ドリームエッジ、ビートだと、ワイルドダウン、スリットエッジ、くらえ。俺に任せろ。マナブ、やれそうだ。こっち見ろ、これハンマービートだ。ほらスリットエッジ、リリースいくぜ。はい、落ち着いていこう。ほらオーラッパーと焼き付けたぜ。ハンマービートだ。だんだん乗ってきたい。ところが騒いできた。乗ってるな、シルク。いや、このままじゃ俺に任せろ。やれそうだ。あ、こっち見ろ、これ。運搬ケース必要でしょ。フィオル、ね、お、私も行くことにしたから。うちで心配してるより横で戦ってる方が安心だもん。さ、行こう。やっぱ信用ねえな俺みたいだね。
ないで来た。ほら、俺に任せろ。こっち見ろ、こら。勝てる。始まる。ヒートだ。やれそうだ。このまま楽勝だったね。主に俺のおかげだな。私たち強くなったよね。Thank you.
はいかないんだ。私たち強くなったよね。こんな奴ら兵でもねえぜ。ここがマグメルドの遺跡？初めて来たんだっけ、フィオラン。うん。防衛隊はよく訓練に使ってるし、僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。まあな、この辺りには鬼神兵の部品をまとったモンスターもいるわけだしな。これも鬼神兵のものなの？多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。乗り物？こんな大きいのに。うん、すごい技術だよ。一体どんな人たちだったんだろうね、これを作ったのって。俺にはさっぱり見当つかないね。さあ行こうか。エーテルシリンダーがあるのはこの先だよ。おう。やれそうだ。行くぜ。ほら、俺に任せろ。ダンプ
がエントリーバイト。頑張れ、俺がついてる。レイジでいこうぜ。ハンマーヒートだ。オーアッパー。ダメよ、盛り上がって何言ってきたぜ。いい感じだよね、体に力が騒いできた。今ならやれる気がするの。と俺が霞んでるようだ。ハンマーヒートだ。頑張って、オーアッパー。やれそうだ。ここだここだ、助かったぜシルク。よし、ちゃっちゃと回収しちまうからちょっと待っててくれよな。壁一面にエーテルシリンダー。ねえ、なぜこんな場所までわざわざ取りに来ないといけなかったの？町にもあるじゃない、エーテルシリンダーの供給所。まあね、けどあれだと精錬に時間がかかるし、シリンダー化に失敗することだってあるから。その点ここには精錬済みのものがまだこんなにある。自前でやるより確実ってことだよ。そうそう、コロニーナインの対空砲や自走砲はここのシリンダーに規格を合わせているからすぐに使えるしな。はあ、でもここって相当昔のものなんでしょ。朽ち果てもせずによく残ってるわね。多分ここには何か力を失わせずに保管するための技術が使われているんだ。悔しいけど僕らにはまだその秘密がわからない。シュルク、でもきっといつか解き明かしてみせるさ。だって過去に誰かが生み出した技術だったらそれは幻じゃない。きっと僕たちにもいつか手が届くはずだ。まあ無理しなくてもいいぜ。必要になるたびに取りに来るのも防衛隊員にはいい訓練なんだしな。シルクに手伝い頼んでるくせに偉そうに言わないの。それよりシリンダーは取れたの？おう、バッチリだ。サンキューな。もうこれからはあんた一人で来なさいよね。静かにして。お、鬼神兵なの？わからないけど倒すしかなさそうだ。そ
そういうことなら任せとけ。大丈夫？うん、平気。シルクは？なんともないよ。ラインと君のおかげだ。なんなんだこいつ。今まではこんなのいなかったぞ。まさか、鬼神兵？いや。多分この乗り物を作った文明のものだと思う。確かに鬼神兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもんが今頃。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ帰ろう。もうこんなとこ、これ以上いたくない。そうだね。エーテルシリンダーも手に入れたし。おい、なんだよこれ。何この音は。この音は…空からだ。あれは…嘘だろ。鬼神兵。どうして。お兄ちゃんが1年前全滅させたんじゃ。さっきの防衛装置はあの鬼神兵の群れに反応して。急いでコロニーに戻るぞ。うん。